ということで、非常に勢いがあります。日本維新の会の石村恵美でございます。私は維新の政治とこれまでの既存政党の皆様方の政治、何が違うのか。すいません、まっちゃんがね気になってしょうがないので、ありがとうございます。日本維新の会の西村恵美です。さっきね、このカズちゃんがお散歩してるところを私車でちょっと通ったりしましたのでね、でも絶対に、ね、ワンちゃんに愛される西村なわけでございますが、今回の争点、これは割と簡単で、これまでの自民党さん停滞をしているこの経済、そして社会、これを前に進めるのか、それともまあしょうがないとこのままを続けていくのか、こういうことですね。過去30年、失われた30年と言われて、経済は上がらず、GDP も上がらず、社会保障と税金はうなぎ登り、そして教育の費用もうなぎ登り、こんな状態の中で、可処分所得は30年間下がり続けてきた。こういう政治をもうちょっと続けてもいいかなと思われるのか、それとも、しっかりと時代を前に進めて、停滞から切り替えて成長へと導いていくのか、どっちがいいですか。日本維新の会の西村です。日本維新の会は成功する、成長するためには改革が必要だ、そして成長しなければ分配はない、つまりは改革がないところに成長がなく、成長がないところには分配がない、こういうことを言っています。過去30年、もし改革が不必要で成長できるなら、こんな失われた30年はなかった。ところが、もし今岸田さんが抱えているようなね、改革をしないという選択をするのなら、失われた30年が失われた50年になり、失われた100年になってしまう。かつて日本はジャパンアズナンバーワンと言われていた。こういう強い経済を取り戻していくためには改革が必要です。これをやるためには日本維新の会、私たちのようなしがらみというものが一切ない政党がしっかりと議席を獲得していくことが必要になっていくわけです。日本維新の会の西村恵美です。こんにちは。私は4人の子供のお母ちゃんやっています。シングルマザーなんですね。そして一人親をやっているものとして、この国の一人親、とっても過酷な状況だなと常日頃思っていました。まずは制度設計、ここを見ますと単独親権制度というものになっていて、親御さんがパートナーシップを解消するとお父ちゃんかお母ちゃんかどっちかしか選べない。子供にとってはお父ちゃんにもお母ちゃんにも愛される権利があるのに、このいずれかを国の制度としてぶった切ってしまっているのが今の日本の単独親権制度ですから、共同親権、共同養育という言い方をしますが、離婚をした後でもお父さんにもお母さんにも愛され続ける、そんな養育制度に、この国の養育制度を変えていかなくてはならないと私はとても思っています。日本維新の会の西村恵美です。もちろんありがとうございます。もちろんね、全部が全部共同養育にしろってわけじゃないんです。選択的共同養育という言い方をしますけれども、例えば DV で苦しんでやっとのこと旦那様と離婚ができた、そういうご家庭にとっては共同養育なんてとんでもないという方もいらっしゃるでしょう。それはもちろん単独親権を選ばれればよろしいかと思うんです。でもそうではない場合、お父さんにもお母さんにも愛される、そういう子供としての権利を尊重した、そういう親権制度へと変えていかなくてはいけないと私は思っています。日本維新の会、西村恵美でございます。こんにちは。こんにちは。4人の子供をお母ちゃんやっています。
こんにちは。そしてサラリーマンをやりながらこうして政治活動をしてまいりました。サラリーマンとしては自動車会社のマーケティングの仕事を分析官としてやっておりますので、この国のものづくりの産業が日に日に力を失っていく、こういう状況データを見ながら憂いているわけなんですね。ですからこの国に新しい産業を、そして新しい産業が世界で外貨を稼いでこれるような、ありがとうございます、ありがとうございます、そんなコンテンツにも成長させていかなくてはならない、こうしたことも私は課題として感じています。日本維新の会の西村恵美でございます。そしてなかなか議論が進まない憲法改正、この辺もね、いい加減変えるか変えないかは別として、議論は始めないとダメなんじゃないのかなと思ってます。日本維新の会はもうかねてから憲法審査会のリーダーシップを取ってきたわけですが、なかなかテーブルについてくださらない。こうした中で今ことが起きれば、この国はどこから攻められても抵抗のしようがない、そんな状況になっているのも事実です。4人の子供のお母ちゃんとしてこの国を絶対に戦争なんかに巻き込ませたくない、そして4人の子供のお母ちゃんとしてこの国を社会に持続可能な状態にして次の世代にバトンを渡したい、これは私が子供にご飯を食べさせたり子供の洋服を買ってあげたりするのと同じぐらい重要な親世代の責任であると思っています。日本維新の会の西村恵美でございます。本日もこちら南千住ララテラス前、ご当地ご一国をお借りいたしまして、日本維新の会西村恵美お話をさせていただいてまいりました。毎度毎度大きなマイクでね、もう本当申し訳ない、しかも選挙戦最終局面ということで、もう声がサバサバで、おっさんが喋ってるのかおばちゃんが喋ってるのか全然わかんないみたいな声になってると思いますが、見ての通りデッキとしたおばちゃんが喋ってますからね。4人の子供のお母ちゃん、これから投票箱の蓋が閉まるその瞬間まで視力を尽くして頑張ってまいりますので、どうか日本維新の会西村恵美に皆様の一票を投じていただきたい。そしてその一票をいただいた一票を絶対に私が裏切ることはありません。組織票がないというこの苦しい戦いをお支えいただいているその一票を、私はこの国への貢献という形で皆様にお返しをいたします。日本維新の会の西村恵美でございました。これからも頑張りますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。お伝えをさせていただきましたのは、日本維新の会公認候補西村